久間明雄、久間明雄、まあきお、1940年12月4日台は、日本の元政治家、元農林官僚。長崎県議会議員、3期、衆議院、議員、9期、防衛庁長官、第59.73代、防衛大臣、初代などを歴任した。長崎県南高木郡和佐町、現、南島原市の農家に生まれる。 両親は教育者、父は高校教員、母は中学教員。長崎県立高科高等学校、東京大学法学部卒業後、農林省に入省。農林省退職後に長崎県庁に入庁し、長崎県議会議員を経て、1980年に衆議院議員に初当選。第2次橋本内閣で防衛庁長官として初入閣。 小泉政権時代、同じ橋本派の野中博文、渡抜田民助らが、半小泉の姿勢を取る中、ぬかが福士郎らと共に、親、小泉の姿勢を見せていた、参議院の実力者、青木幹夫と共同補聴を取り、衆院橋本派の大幹部となった。2002年6月に、鈴木宗男事件が発生して、衆議院本会議で、 鈴木宗男議員辞職勧告決議が採決された時は、起立採決の際に出席議員で唯一着席したままで反対票の意思表示を示した。小泉政権下では2003年に自由民主党幹事長代理2004年から2006年に自由民主党総務会長に起用される2005年の優勢国会では6月28日に自由民主党総務会における優勢 民営化法案の決議においては、総務会長として議事を担当し、全会一致の慣例を破る形で、多数決で採決させ討議拘束の理由をつく。2006年9月26日、第一次安倍内閣で再び防衛庁長官として再入閣。その後、2007年1月9日に防衛庁が防衛省に昇格したのに伴い、 初代防衛大臣となったが、2007年6月30日に開かれた講演会での原爆投下をめぐる発言で、被爆者団体を筆頭に被爆者や遺族などから問題視され、同年7月3日、この発言の責任を取る形で大臣の座を割れた。その後もマスコミによる批判報道や、反核平和団体や被爆者団体などからの反発や抗議活動が続き、 同年8月9日に、長崎で行われた平和記念式典を欠席せざるを得ない状況に追い込まれた。口実を参照。四死の会に属し、同会を構成する、麻生太郎の後見人的立場にある。2006年12月8日、新庄安紀州の日の午前の記者会見で、前日、12月7日の参院外交、防衛委員会において、小泉純一郎前首相が、 イラク戦争を支持したのは、非公式とした自らの発言について、勉強で間違いだったと訂正し、撤回した。内閣総理大臣、当時小泉は、開戦時に緊急記者会見して、武力行使を理解し、支持すると表明、首相談話も、閣議決定していた。なお、上記の訂正記者会見においても、貴様自身は、イラク戦争を支持しないことを明言している。 防衛庁長,長官を2回務めた政治家であるが、イラク戦争については、派と派的な外交防衛認識の持ち主あった。2007年1月25日には、日本記者クラブにおける会見で、イラクに大量破壊兵器があると決めつけて、戦争に踏み切ったブッシュ大統領の判断は、間違いだったと述べた。イラク戦争を支持している、第一次安倍内閣において、 日様の発言は、閣内不一致であるとの批判がなされたが、内閣官房長官、塩崎康久は、日様氏の個人的な、閣僚としてではなく一致政治家としての意見であり、閣内不一致ではないと強調した。政権側は、大統領批判ではないと釈明した。1月29日午後衆議院本会議において、民主党の松本武明に、この点を追及された日様は、 開戦当時、格外にあって感じた感想として述べたもので、防衛省としては、米国支持の政府の立場を死していると釈明した。同年2月22日の衆議院安全保障委員会では、閣僚は他国にどういう形で伝わるかも計算した上で言わなくては、ならない。ブッシュ大統領の教書演説が発表された日に、そういったこと自体が配慮に欠けていた。 反省していると答弁した。この発言については米国から日米同盟を損なうという抗議が来たほか、米国務省日本部長のジェームス・ズムワルトは、大統を批判するような発言が繰り返されれば、日米安全保障協議委員会にプラス2の日程設定が困難になりかねないと批判。米国は日米安全保障協議委員会の開催に当分、応じない見込みと報じられた。 軍事ジャーナリストの上浦元明は外務省が米国の意向を先回りしてそのように伝えたのではないかとする説を出した。一方で既に明らかになりブッシュ大統領も認めているが開戦の大義であった大量破壊兵器はイラクには存在しなかった。それなのにイラク戦争を批判したところでそのことで米側からこう受けるものだとはとても思えないなどの反論もある。 自民党内では、加藤光一が日様を擁護し、なぜ批判を受けなければならないのか。イラク戦争改戦の誤りは、世界の常識だと、政府側に詰め寄ったという。イラク戦争については、米国を批判したが、他方在日米軍については、米国に協力的であった。しかし2007年に入り、アメリカは、沖縄の人々の気持ちを理解してくれていないと、 米国の意に反す発言をしたため、来日したチェーニー副大統領との会談を拒否される事態となった。チェーニーは自衛隊の最高責任者である日様を無視して、自衛官、制服組トップの斉藤隆史統合枠領長をはじめとる自衛官幹部と会談した。2006年10月、沖縄県の米軍下での基地に、米軍がパトリオット地対空ミサイルシステム配備を強行した。 貴様は11月7日の衆議院安全保障委員会の答弁で今北朝鮮がミサイルの実験を打った核実験をやったそういう中でパトリオットをせめて沖縄に配備しておかなければいかぬ中略我々としては素直にこれは日本の防衛の中で手薄である沖縄についてはせめてカデナを自分の基地があるわけだからそこについてはアメリカが責任を持って防御しましょうという ことでまずやってくれたということは、私は歓迎すべきことじゃないかなと思うと述べた。沖縄では、基地機能の強化、新たな負担増、格好の軍事標的にされるなどの理由で反対が強く、貴様の発言は反発を受けた。11月19日投開票をされた沖縄県知事選では、与党推薦の中井正弘太が、米軍普天間基地の県外移設に反対する。 糸数稽古を破り当選した。共同通信によると、貴様は11月23日、長崎市内で開かれた自民党議員らの会合で、もしも糸数が当選していた場合、法律を作ってでも、一方的に、県知事の、こういう水面の使用権限を国に移しても、やらなければいけないと考えていた。もし負けたら、力ことごとくでもこっちはやるんだという腹を持っていた、と述べた。 基地移設には埋め立てが必要で、そのためには、こういう水面埋め立て法に基づき知事の許可が必要である。移設反対派が勝った場合、強行手段によって、読売新聞11月24日号によると、特別措置法を制定し、知事の許認可権を政府に移す予定であったことを、進める方針だったのである。2007年1月27日、長崎県伊佐林市での講演で、 普天間飛行場移設問題に触れ、私は米国にあんまり偉そうに言ってくれるな。日本のことは日本に任せてくれと言っていると発言した。さらに、アメリカが推進する沿岸案実現には、沖縄県知事のこういう水面埋め立て許可が必要であることを念頭に置いてか、米国は政府同士が決めたのだから、それでやったらいいじゃないかというが、日本は結構地方分権になっている。 中井正宏た沖縄県知事の意見も聞き入れながら、やっていかなければならないが、米国は根回しがわからないと発言した。塩崎康久内閣官房長官は、この発言について、問題があれば注意すると述べた。米国側は、当方も海兵隊を説得するのが大変だった。話し合って合意した政府間の取り決めは守ってくれねえば困ると不快感を表明している。 元外交官で政府批判を行う作家としても知られる天木直人は貴様の頭越しに自衛官幹部との接触を表明したチェイニー及び米国の対応はシビリアンコントロールに反しており外務省はこのような日程を断じて認めてはならないと自身のブログで批判したしかし訪日したチェイニーは当初の予定通り自衛官幹部のみと懇談した 2006年12月7日の参議院外交、防衛委員会で、私は、やっぱり、あそこ、沖縄は、拠点として、真っ先に占領したと思うと述べた。自らが、アメリカの立場になったと仮定した上で、太平洋の要石と呼ばれるほど地政学的、重要的位置づけである、沖縄基地の重要性を指摘した発言であったが、 元姫百合学徒隊の沖縄県民らは、人ごとのような発言。沖縄戦でかつて捨て石にされた沖縄が、また切り捨てられたようだと反発した。2007年4月17日に発生した長崎市長射殺事件に際し、心配停止状態であった伊藤一町市長について、万が一のことも考えないといけないと発言。投票日3日前を過ぎたら、補充が効かず、 共産党と一騎打ちだと共産党、推薦の候補者が当選することになる。法律はそういうことを想定していないと、公職選挙法における補充立候補の不備を適した。この発言に対しては、塩崎康久官房長官が不適切との認識を示したほか、C 和夫共産党委員長、小沢一郎民主党代表ら野党も批判を示した。 2007年6月30日に、冷卓大学比較文明文化研究センター、千葉県柏市主催の講演会で行い、原爆投下をしょうがないと発言したと、朝日新聞が発言用紙とともに、原爆投下した側の論理を是認したとして大きく報道された。貴様は7月1日の富士テレビ、報道2001で、批判や責任を問う声について、そんなような内容、 の発言ではない、訂正する必要はない。誤解を与えたところがあれば、そこは、丁寧に説明しなければいけないと述べて、撤回、訂正はしない考えを明らかにしていたが、その後、中川秀直幹事長や公明党からも批判を受けたため、同日の記者会見で、被爆者を軽く見ているかのような印象に取られたとすれば、申し訳なかったと陳謝して、発言を事実上撤回し、かつ、 毎年8月9日に行われる長崎の平和記念式典に参列する意向を示していた。この原爆症がない発言報道による騒動に関して安倍晋三首相から厳重注意を受けた。当初首相と日様の意向から辞任はしないとしていたが被爆者団体、反核平和団体などからの激しい抗議を受けた。同年7月2日、 長崎市議会が、ひさまの発言に抗議して、発言撤回を求める意見書を全会一致で可決した上で、田植副長崎市長は、市議会の議長と共に7月3日に上京し、安倍首相とひさまサイドへ抗議した参考。同月3日には、長崎県議会でも発言に対する抗議決議が、全会一致で可決され、金子源次郎長崎県知事も、二度と、 このような発言を繰り返さないようにしてほしいと釘を刺した。同年7月3日午前、貴様は自身の身体について辞任の必要はないと強気の姿勢を見せていたが午後一転して選挙で与党に迷惑がかかるとして辞任した。安倍首相は異流せずその場で辞任の申し出を了承した。貴様は防衛大臣の座を辞職という形で終われることになり、 毎年参加していた8月の長崎原爆犠牲者、異例平和記念式典を被爆者団体などの発から欠席せざるを得ない状況へ追い込まれた。秋葉忠敏広島市長が発言の撤回と広島、長崎訪問による被害の直視を求める抗議声明を出した。また、7月1日に日本原水爆被害者団体協議会や連合長崎、それに、 長崎県原水金などもそれぞれ批判して、抗議の意を表明するため、長崎市の平和公園での座り込みや、抗議文あるいは、生命文の送付を行うなどの抗議活動を繰り広げた。一方、本島東本長崎市長は、1975年10月に昭和天皇が広島への原爆投下について、遺憾に思っているが、 やむを得なかったとヒ様マの発言に近いことを述べたのを紹介し、当然の認識で僕も同感。ヒ様マさんの発言も同じで、原爆の皇帝だ、容認だと批判するのはおかしい。天皇陛下も原爆容認論だと批判するのかと抗議活動を展開する被爆者団体に苦言を呈した。ただし、本当の仕方なかったというのは、日本人が報いを受けた罰である。 という意味での仕方ないであり、ひさまや昭和天皇の意図とは微妙に違う。産経新聞は、本島東本長崎市長の発言に見られるような、原爆は仕方なかったという考えの原点は、安らかに眠ってください過ちは繰り返しませぬから、という原爆死没者慰霊碑の碑文にあるとして、素直に読めば、原爆投下は、日本人に責任があるということになる。これをありがたがる人たちに、 貴様の発言を非難する資格はないと断じた。なお、産経新聞は、広島市長平和宣言の内容を、毎年批判している、産経新聞の報道議論を読んだ報道を参照。民主党、日本共産党、国民新党は貴様を一斉に批判した。貴様は辞任後の記者会見でも、原爆が日本を全面降伏に導いたのは事実との、主張を続け、 九州弁で、しょうがないというのが口癖で、すぐに出るんですよと釈明したが、方言研究をしている九州の大学教授や、島根大学の田子森博教授は、九州の方言として多用するのは聞いたことがないと疑問し、長崎市平和推進室は同じく疑問しした上でこの釈明を認めていない。また、広島市長の秋葉田田都市や、 長崎原爆被災者協議会の事務局長はそれぞれ、ひさまが防衛大臣の辞任は当然のこととした上で、日本政府や自民党の原爆に対する認識や、姿勢の問題と批判し、さらに、ひさまの歴史認識に疑問を呈している者もいる。この辞任について、当然であるとする意見や、選挙対策であるとする意見がある一方で、残念がる意見もあった。 大臣の座を追われた後も、貴様に対して議員辞職を求めるデモは続き、議員辞職を求める文言とともに公開質問状が被爆者団体から送付されるなど対応に追われた。この騒動の直後に行われた第21回参議院、議員通常選挙、長崎県選挙区では、自民党は貴様が主導となり、国見高校サッカー部元監督として、有名な小峰忠都市を擁立して、 必勝を期したが、民主党の大久保清家に敗れた。また、文芸春秋平成二十一年六月十八日号では、貴様にとっては義母に当たる妻の母が一連の騒動に抗議するため、八月九日の長崎原爆記念日に自殺したと報じられた。貴様の原爆投下に関する歴史認識に関して、畑育彦、日本大学講師、 現代医師が、米国の原爆投下が、ソ連の参戦を食い止めるためだった側面があるとの、指摘は、歴史的事実とは違う。ソ連は、長崎への原爆投下と同じ日に参戦しているし、終戦後も、北海道を占領しようとして、米国に拒否された。何かの思い違いがあるのではと指摘している。参考、ヤルタ会談元長崎大学学長の土山秀夫は、 貴様の発言について、極めて不見識であり論外であると非難した上で、貴様のイラク戦争に対する批判を引き合いに出して、アメリカへのポイント稼ぎと皮肉ったコメントをした。現代史家の保坂正康は、原爆の投下と終戦に関連性はなく、貴様の発言は、アメリカの原爆投下正当化論と一体化しつつ、そこに、史実しの姿勢を付け加えたものであると批判している。 小坂は日本国民は投下された側の反論として当時の日本の軍事指導層を中心とする抗戦派を強く批判しつつ投下した側の一方的解釈を徹底して排除すべきだと主張している。原爆投下の是非については現在は原爆は第二次世界大戦を終結させると同時に冷戦を開始させたとする見方がアメリカ、韓国など主流である。 2007年3月7日、参議院予算委員会での参議院議員、井上哲氏、日本共産党の質問により、貴様が医療法人から違法献金を受け取っている疑惑が発覚した。日本共産党、厚生労働省、政治資金収支報告書などによると、貴様が代表の自由民主党長崎県、第二選挙区支部は、 2004年11月に8500万円超の補助金交付決定を受けた医療法人から2004年11月から2005年10月に政治献金を受け取っていた。政治資金規正法第22条の3には国から補助金、中略を受けた会社その他の法人は当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同後1年を経過する日、 中力までの間、政治活動に関する寄付をしてはならないとの規定があり、蒸気献金がこの規定に違反すると指摘されている。2007年3月7日の参議院予算委員会にて、貴様は医療法人が補助金を受けている事実を知らなかったとし、政治資金規制法の制度については存じている、献金を受けていることは事実はあります。もし、当該医療法人が 国からの補助金を受けているとすれば、自分が受け取った政治献金は返還しなければならないと答弁し、返金を検討することを明らかにした。2014年8月2日、ひさまが代表を務める NPO 法人、東日本大震災原子力災害等被災者、支援協会が東京電力福島第一原発事故の賠償金、支払い制度を利用し、 風評被害を受けたとの偽証を行い賠償金を詐取したとして同法人の元幹部らが逮捕された。警視庁組織犯罪対策参加によると同 NPO 法人の元幹部4人は2012年4から5月にかけ容疑者の1人が役員を務める郡山市内の会社が原発事故により人材派遣業の売上を減少させたとする虚偽の申請を行って東電に 損害賠償を請求し、約1200万円を騙し取ったとしている。防衛庁長官だった1997年10月に、防衛庁の長官室務室で、暴力団組長らと記念撮影をしていたことが、関係者の話などで2001年に発覚した。写真は、写真週刊誌、フライデーの2001年6月22日号に、掲載されており、国務大臣防衛庁長官、 貴様秋雄の札が置かれた机に向かって座る貴様と囲むようにして立つ男性4人が映っていた。同志は暴力団組長と記念写真のみ出しで広域暴力団関係者や右翼団体幹部が映っていると紹介した。2007年11月15日、防衛官僚の収賄疑惑に係る参議院承認、関門において、全防衛事務次官の森谷武正から、 自衛隊時期輸送機エンジン納入をめぐって、山田洋港元専務からの高級料亭接待の席にひさまと、元防衛庁長官のぬかが福士郎が、同席していたとの証言があった、山田博之事件。2014年1月29日、東京地方裁判所は、ひさまが知人女性から預かっていたダイヤモンドを、未だ返還していないとして、 購入価格とほぼ同等の3700万円を女性に支払うよう命じた。判決によれば、この知人女性は平成18年9月末頃に東京、長田町の日様事務所において3800万円で購入していた約20カラットのダイヤを一つ日様に預けたとしている。これに対し日様はダイヤの預かり証なども存在しておらず、ダイヤを預かったのは 自分ではなく、女性から仲介を依頼されて、売却先として紹介した男性だと反論していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。